長崎半島の蒲島におよそ200メートル先左方向です来て寄り道しました。で、井戸に大うなぎが住んでるっていうので昔来たことあるんだけど来てみました。で、井戸の中のは直接見えないので、いることは今もいるみたいで天然記念物って言われてるから、まあ大丈夫なんですよ。で、大うなぎは見れるように近くの川に上がってくるらしいんで、それを捕まえた稚魚を捕まえて育ったのかな、ちょっとちゃんと読まんかった、2匹水槽で飼っていました。大うなぎは見ることができました。そこで晴れていた天気もすっかり雨に変わりました。なんかですね、雲の流れが速いなーって、雨雲の動きが速いためにわー晴れたーってね、青空が見えたので、あの、まあ、1時間半か前かな、出てきたんですよ、模擬を。だけどまた雨が落ちてきました。で、これ島ですから、あの赤い橋を渡って長崎半島に戻ります。稚魚の時に、ね、井戸と、まあ、川かどっかとつながってたんだ。そこを稚魚が登ってきて井戸の中で、いる間に大きくなって出れなくなって、そのまんましたらね、まあ80センチだ何十センチだってそういう大きくなってしまったと。ちっちゃい船です。あ、ちっちゃい橋で小さな船は通れます。近道ですね。向こうへ行く。すっかり天気も荒れてきた。これですよ。この忙しそうになびいて。島と言ったって橋でつながれば何も、島としての不便さってなくなってすっかり変わるんですね、生活が。で、今野母崎にも近いんですよ、長崎半島のね。その野母崎に向かう途中に寄りました。野母崎は家の左の方にずっと遠くにもう見えてます。あとだいたい車で行けるところまで4キロ集落があるわけです。